林父母を咲く丹下左膳朗読その第27回建文建立の巻第6章緑面女夜叉続きから。無慈悲の辻斬りかかる人気の先行いたしますのもひとえに忠助不徳のなすところと外然と当下に腕をこまねく越前の髪を残して影を塗って忍び出た大剣が兵について角へかかった時、行く手の門前に二三大声が崩れかかるかと思うとふらふらっと目の前に迷い立った煙のような人影、ひょっとして立ち止まったのを透かし見ると長身総く乱れた前に帯が突っこけて左手の抜刀をぴったりと後ろに隠している。せっかく生きとる者を殺して何が面白い。大剣の声は痛烈な響きに沈んだ。何が面白い。お前には地獄の匂いがするぞ。が相手は黙ったまま生き血に酔ったようによろめいてくる。刀の先が小石を弾いてカチッとなった。俺とお前、見覚えがあるはずだ。さあ、来い。切ってみろ、俺を。こう言い放った大剣は、同時に少なからず異様な気持ちに打たれて前を覗いた。片腕の影がすすり泣いていると思ったのは耳の誤りで、キュキュキッと獣のように、喉笛を鳴らして笑っていたのだった。切れ。どうだ、切れまいが。切れなけりゃおとなしく俺についてこい。悠然と大剣が背を巡らした間末、はっと後ろに長剣一家して闇を割った白線が大剣の身に迫った。垣根に房用紙をかけて井戸端を離れた栄三郎を孫七と割り飯がいろりのそばに待っていた。千住竹の塚、朗らかな秋晴れの朝である。軒の葉の栗の梢に高い青空がのぞいてキキッと鳴く小鳥の影が日に滑る。モズだな。栄三郎はこう言って禅に向かった。そうしていかにも田舎だ、感性でいい。こういうところにいると人間は長生きをすると改めて珍しそうに前の広場に大根を並べ干して、それにぼんやりとうすら寒い初冬の日がさしているのを眺めていた。孫七は黙って飯を頬張っていた。鶏が一羽、おっかなびっくりで土間へ入ろうとして片足上げて思案している。七五三は人が出ましたろう、神田明神なぞ。お金ばあさんが給仕本を差し出しながら頬を継ぐように話しかけると、お金も一緒に食べたらどうだ。そう客扱いをされては厄介者の私がたまらぬと栄三郎は進めてみたが、お金も箸を取ろうともしなければ息子の孫七も口を添えないので、三人はそれきり言葉が途切れて黒光りのする百姓屋の中に貧しい朝毛の音が新刊と流れた。心尽くしとは分かっていても悩みを持つ栄三郎には喉へ通らない食事であった。やがて無口の孫七はむっつりしてそだを借りに立つ。居候の栄三郎はいつものようにすぐに八重梯子を登って与えられた自室へ、といっても頭の使える天井裏だ。所在なさに横になった諏訪栄三郎、思うまいとして目先をよぎるのはお通夜の姿であった。
あの守備の松の夜、当館にお通夜を失った彼は、風雨の中を御用提灯に追われ追われて、対岸へこぎつき、上がるとすぐ大賢とも別れて、腰の金龍丸を守って、街路に朝を待ったが、暁の発光とともに心に浮かんだのが、この千住竹の塚に住むお金親子のことであった。栄三郎が生まれた時、母の父が出が悪くて、千住の農夫お金を乳母として屋敷へ入れた。お金には孫七という栄三郎と同い年の息子があったが、それを連れて一つ屋根の下に置き伏ししているうちに、いつしかお金は栄三郎を実子のように思い、栄三郎もまたお金を誠の母のごとくに慕うようになった。これは栄三郎が父離れしてお金にいとまが出た後もずっと続いて、ボンクレには親子そろって挨拶に来るのを欠かさない。今は息子の孫七が後を取って自前の田畑を耕し、ささやかながら老母を養っている。口重で人のいい父兄弟の孫七と、いつまでも自分の子供と思っている乳母のお金。彼らこそはしばらくこの傷ついた心をかばってくれるであろう。まず差し当たり雨露のしのぎに。こう考えて栄三郎がこの竹の塚の孫七方へ顎を預けてからもう何日か経ったが、武士には武士の事情があろうと、お金婆さんも孫七に何にも聞かぬし、栄三郎も何も言わなかった。だがそれだけ一人でしょわねばならぬ栄三郎の苦しみは、体が開けば開くほど大きかったと言わなければならない。油じみた布団買い巻きに包まれて、沈騰の金龍をぶしながら、彼は幾たび眠られぬ夜の涙を叱ったことであろうか。半夜よ夢覚めて呼ぶお通夜の名が、元より恋の流れに差をさしていさえすればよい栄三郎ではなかった。若い血のときめきと武門の誓い、お通夜と見聞、この一つのために他を捨て去ることのできないところに栄三郎のもだえは深かったのだ。毎夜のように守備の松の下に立って、川へ石を三つ投げて大賢に会っては来るが、お通夜の行方も見聞丸のありかも、せわしない都に飲まれ去って用として知れなかった。クワウルに弥生のこと、鳥越の兄藤次郎のこと、夜泣きの刀と共に泣く栄三郎の心だった。裏山の掛け火の音がくすぐるようにごろ寝している栄三郎の耳に通う。彼はむっくりと起き上がって、窓明かりに金龍丸の鞘を払った。薄暗い部屋に一方の窓から流れ込む火が、金龍丸の剣身に映えて、すすだらけの天井に明るい光が移ろう。冬近い寒弱な日、栄三郎は千住竹の塚孫七の家の二階に座って、長いこと無心に夜泣きの脇差しを抜いて見入っている。唾元から帽子先と何度も裏表を返して眺めているうちに、名将の鍛えた豪胆不当の闘魂がみるみる自分に乗り移ってくるように覚えて、彼は目を上げて窓の外を見た。林父母作丹下左膳、朗読その第27回、剣雲金龍の巻第6章、緑面女夜叉、途中まで。朗読2019年8月21日。